始まってますか？始まってますね。はい、スーツ着てます。やはりあの菊田一夫演劇大賞を受賞したという、こともありまして、今日はスーツにしました。はい、こんばんは。あ、すごいですね。いきなりもう2万人ぐらいですか。すごいですね、始めた瞬間に。上だけ着てて下着てないんで、すいません、その辺はご了承ください。電波大丈夫でしょうか。今日は大丈夫ですかね。電波強化されたと思いますよ、おそらく。はい、まずはですね、今も言いましたように、菊田一夫演劇大賞を、選出していただきまして、まずは本当にありがとうございますという、気持ちです。まあ残念ながらね、受賞式というのはこういったご時世なので行われないと思うんですけども、せっかくね、ショックの公式のインスタもありますんで、その場で、お礼の気持ちをねお伝えできればなというふうに思いました。まあというわけでね、スーツを着て今やらせていただいております。本当にね、以前2000何年だったかな、スタッフ演者、へのね、ということで大賞をいただいたことありました。今回はその20年の功績を称えということで、私個人でね、いただきました。本当にびっくりしております。まあ過去の受賞者を、見てもですね、本当にすごい方たちが受賞されてるんですよね。そんな中に自分をまあ選んでいただいたっていうのはですね、自分でいいのかなという思いもありつつ、やっぱりなんかなんていうのかな、いや改めてちゃんとしないとというふうに思いましたね。はい、もちろんその過去に受賞された方々、今言いましたようにすごい方たちばかりなので、自分がいただいたことによってその、賞自体もですね、なんだよっていうふうに思われないものに今後もしていかないといけないというふうに、自分をその辺を課して今後も活動できればなという思いにさせられました。はい、ですから、まああとはそうですね、あるなというふうに感じたんですね。ですから、もう何度も重ね重ねになりますが、今後さらに頑張る思いでやらせていただきたいなと、はい、思っております。はい、というわけでもうスーツ脱いでいいですか。はい、まあもう脱いじゃいますね。はい、脱ぎます。すいません、ちょっと楽になります。はい、よし。まあでも本当びっくりしました。急に自分も連絡来たんで、まさかと思いましたね。ね、はい。まあまあ今日まあそれだけをお伝えしたかったぐらいなんですよ。はい。あ、まあ生着替えということでね。まあ、着替え、さっきのFNS じゃねえや、ミュージックフェアか。でもね、途中で着替えるという、まあ、まさかの展開だったでしょ。多分ね。まあ、そんな。生着替えって。上脱いだだけですから。はい。今日はパンはいません。犬ですね。
パンはいませんよ。親に預けてます。はい。まあ、緊急事態宣言がね、また伸びましたよね。うん。あ、田辺さんじゃん。おめでとうございます。ありがとうございます。田辺さん、ありがとうございます。ご覧になってんですね。まあ本当にまあ前回もそうだったんですけど、とりあえずお礼の気持ちをお伝えして、あとは何も考えずに始めてしまったので、あれなんですけども。はい。そう、緊急事態宣言が伸びて、まあ、こればっかりは仕方ないですよね。また、まあこう、下降下、感染者も減っている方向にあるとはいえね、まだまだ、油断しちゃいけないでしょうし、医療関係の方々も本当に大変な思いで最前線で戦ってくださっていると思いますし、もう我々の生活をね、支えている方々、自分なんかは、そう、それこそその、今日オンエアになったミュージックフェアが、ある意味、まあ仕事としては、その緊急事態宣言が出される前としてはね、最後の、形だったんですよね。だそれ以来仕事として、外出たかな、出てないかな、ラジオやったかな、まあでも本当にそれぐらいで、ずーっと家にいますね。で、その中で、やっぱり何ができるかなって言った時も、家の塊ってめっちゃくんねんけど。家の塊。そう、なんかすごいみたいですね。視聴者もかなり家の塊。そんなに反響来るとは思わなかったですけど。いや、ありがたいですよ。まあ、もう、改めて整理すると、あの曲って、もともとは、ヘイミナ元気かいっていう曲のカップリングなんですよ。それを、僕とつよしくんが21、23ぐらいの時に、つよしくんが詩を書いて、私が曲を書いて、愛の塊という曲ですけどね。まあ、だから自分らで作った曲だから、ああやって、変えてできるという思いもあって、ちょっと、軽い気持ちって言ったらちょっと言葉おかしいですけど、少しでも何かメッセージとして伝わればいいな、元気になってくれたらいいな、という思いでね、やったら、あれだけなんか結構反響がすごいですよね。非常にありがたいです。なんでしょうね。家で全部、そう、なんかデモの曲を作ったりとか歌ったりするときって、やっぱり、なんでしょうね。ちょっとボソボソ歌う感じになるんですよね。なんでしょうね。なんか、だんだん何してんねんって思いになってくるんですよ。家で歌ってると。そう。で、なんか結構テレビの方でも、オンエアしてくださってたじゃないですか。で、これもちょっとした、ちょっと、マニアックではないかな。ちょっとした、自分的なこだわりなんですけど、やっぱり、スマートフォンとかで、ご覧になる方が多いでしょ？おそらくね。だから、かなりちょっとね、低音をね、上げてるんですよ。そうすることによって、こう、スマホみたいなちっちゃいスピーカーでも、聞きやすい感じになるかなと思って。だから、テレビでオンエアされたやつ見ると、ちょっと、
音のバランス的に低音強すぎだろうみたいなね感じになってたと思いますけど、まあちょっとしたこだわりもありつつ、はい、イヤホンで聞いてんのそこまですることないと思うけどね。ね、あ、今日は電波やっぱり順調のようですね。ね、これさ、これ俺調べたのよ、いろいろインスタって。これハテナ押すとなんか質問とか見れるんでしょ？ん？ん？あ、ほんまや。うわ、出てくる。つよしくんと連絡取ってますか？とか。いや、連絡先知らんからね。あ、これまた後で見よう。ね。そう、だから、まあ、撮るときにね、とりあえずコーラスとかも全部自分でやろうと思って、で、まあ、歌いつつ、トラックも分けてね、やったりもしましたけど、一応パソコンの中にね、それもう残ってますけど、まあ、あれどこだろう、もうこのねパソコン本当もう昔から使ってるパソコンなんで、違うパソコンもあるんですよ、新しいやつもだけど、曲作るとき古いやつ使ってるんですよね。これね、これ今その時録音した今データをですね開いたんですけど、結構ねフラッとしてたりとかねしましたよね。その辺気持ち悪くてすいません。はい、あ、これ毎回言われるね。文字と重なるからもう少し顔の位置上にしてくださいみたいな。いいじゃん。別に。ね。まあでもね、改めて思ったのがね、愛の塊って、もう吉田健さんに、アレンジとかしてもらってるんですけど、まあ、アレンジがいい。素晴らしいですよ。この音の構成から何から。これね、いいよね。まあ、いや、はい、そう、その時に録音したやつをちゃんとこうデータとして残したんですけど、例えばチャンネルも分けて撮ったんで、あ、面白い。まあ、はい。まあ、これはいいや。ちょっとショックと関係ない話になっていっちゃうんで。まあ、でもね、やっぱり、エンターテインメントという意味では、ね、今後どうしていくべきかっていうのはね、やっぱりみんなが考えていかないといけないところだと思うんですよね。だから、ちょっとニュースでも、やってたじゃないですか。まあ、俺もそもそもそうは思ってたんですけど、今までの生活に戻ることを、考えてるばかりだと多分いけないんだろうなっていうふうに思ってます。新しい価値観が必要になっていくと思うんですよね。思うところ非常に難しいのは、舞台というコンテンツはやっぱりその場で見ていただく、劇場に来ていただいて見ていただく、
これをね、変えることは多分なかなか難しいと思うんですよね。だその辺をこう本当に価値観を変えなきゃいけない部分ってたくさんあると思うんだけど、だってどうしたらいいんだろうっていうのは非常にここ難しい。なんか、まあそれこそ社会のあり方とか、そういった部分も新しい部分っていうところに目を向けていかない、いけて、目を向けていって、で、その新しい価値観の中で生きていかなければいけないと思うんですよ。例えば、元の生活に戻りたい。これはもうもちろん当たり前のことだと思うんですけど、元の生活に戻るだけではなく、新しいところに向かってね、新しいところを形で生きていくことが必要だと思うんですよね。じゃないといろんなことって、文化ってそういうものだと思うし、ただ舞台というコンテンツはどうしたらいいんでしょうね。誰かアイディアくれないかな。だから映像とかそういったものはもちろんいろいろ模索して、それこそこのインスタっていうコンテンツなんかもそうだと思うし、こういろいろ生まれてくる部分はあると思うんですよね。それこそうちの事務所もそういう配信 SNS 系っていうのは結構奥手なところあったと思いますけど、その中でも今の状況でできることという中で、やれることをね、だんだんやっていってると思うんですよね。だけどやっぱ舞台というコンテンツはさ、それこそもう昔の、日本だったら昔のその歌舞伎というものが生まれた時、それこそもっと世界に目を向けるのであれば、それはもう本当にシェイクスピアの時代なんかもそうだったと思いますし、その時から変わっていない良さ、その目の前で演者が演じて、その空気感とか空気が振動する感じとか、なんかその良さというものがその時代から変わってない良さだと思うんですよ、舞台っていうのは。まあライブもそうですよね、コンサートなんかもね。だから、そこがね、変わらずに今まで生きていたものっていうものが何百年も、何かこう新しい形っていうのはなかなか舞台という世界では難しいところがあるのかなと思うんですよね。だけど、まあそこはやっぱりまた、舞台というものがまた復活できるように、その時だからいろいろ中断してしまって、舞台役者の皆さんとかもうたくさんいろんな思いをされたと思うんですよね。そんな人たちがまた世の中が戻って舞台に立った時ってまた違う思いで舞台に立たれると思うんですよ。その時はまた素晴らしい演劇というものがね、見れるんじゃないかなと思いますし、まあやっぱり、戻らなくちゃいけないところは戻して、その中で前よりも良かった、良くなったよね、いい時代になったよねっていうふうにしていかなきゃいけないのかなと。暑いな、なんかめっちゃ暑い、暑い、と思うんですよね。だから新しい価値観とか、なんかこう変わることって怖いじゃないですか。怖いと思うんですよ。だけど、怖いだけ、怖いと思って前に進むのをためらってしまってはいけないと思うし、何かこう、生んでいかなきゃいけないな、というふうにはね、思ってますけどね。だから、本当にたくさんいろんな努力されてる方いると思うんですよね。それこそ飲食店の方だってさ、こうデリバリーに力を入れたりだとか、
なんかそういう新しい形どんどん必要でしょうね。だからなんかこう前を向いて今できることやれること、うん、っていうのをどんどん模索して生んでいく時なのかなというふうに思います。はいね、そうだからさっきも言ったようにこれハテナでこれ質問見れんだもんね。あ、CD 事務所に返却しましたか。しました、返却しました。めっちゃ重かったっす。そうだからまあこれこんなこと言ってもあれかもしれないですけど、うちの事務所の方でね、いろいろスマイルアッププロジェクトとかでこう、医療関係の方々に、防護服とかマスクとかを提供しましょうという形で動いてるじゃないですか。それもそうだし、あの食事をたまに事務所からこう送ってくれるというかいたりするんですよ。素敵な事務所ですね。ねえ、まあ、こんな時なんで、うん、そうなんです。でまあやっぱり思ったのが、自分はこれ自粛生活ということでずっと家にいるじゃないですか。めちゃめちゃ順応性あるなと思いました、自分が。まあもともと引きこもり体質なんでね、いやだからこそ自分はとにかく人にうつさないとか、それがね、大事かなと。本当もう恐ろしいぐらい家に出てなくて、ただ最近そのスマイルアッププロジェクトで窓拭き映像とかもあるでしょ。だから窓拭いてめちゃくちゃベランダ綺麗にしたんですよ。で起きて、まあ起きてっていうか起きる時間、まあ皆さんからしたらお前なんとんでもない時間に起きてんなっていう時間に起きるんですけど、まあ大体今日起きたのが14時ぐらいかな。で14時15時ぐらいに起きてベランダに出て日光に当たるっていうのが最近の日課ですね。だから結構焼けたんですよ。だから自粛生活をが始まる前より日光当たってます、私ベランダで。なんか太陽に当たるって健康的だなってちょっと逆行してるよね皆さんとね。皆さんと逆行してると思うんですけど、意外とそれが気持ちいいなと思いながら過ごしてますね。そうなんですよ。だから全然自分にとっては苦になってなくて、ただやっぱり何かできないかなとかっていうことをいろいろ考えながら思いながらっていうのはね生活してますけど、でなおかつ自分はそんなね、ただこう家にいるだけで本当にそう最前線で戦いながら、仕事に従事してくださってる方もいる中で、もうそれはもう本当に感謝するしかないですよね。本当にヒーローですよね、そういう人たちはね。それこそ最近ニュースでも出るようになったけど、ゴミを集めてくれるゴミ収集の方なんかもそうだし、もうすごいリスクありながらやってる仕事ですよね。でもそういう我々のライフラインという形でね仕事をしてくださってるわけですから、それはもう本当に感謝しなきゃいけないなと、思ってますね。ゲームしているんですが、ゲーム、そう最近したゲームありますよ。めちゃくちゃ面白かったです。はい、以前にですねドラマを一緒にやっていたプロデューサーの方に勧められていたゲームがあるんですよ。でそれ全然やってなかったんですけど、
でつい最近あの知り合いにもあのそのゲーム面白いって言われて、あそうなんだ、じゃあちょっとやってみようかなと思って、時間あるしやろうと思ってやったんですよね。めちゃくちゃ面白かったです。はい、まあ、ただもうやり始めるとさ、あのこだわってしまうタイプの人間なんですよ。あの細かいところまでやり始めちゃうんですね、私ね。何のゲームってめっちゃきますね。じゃあイントネーションだけ言いますよ。です。今ので分かったかな。で分かる人は分かると思う。うん。分かる人は分かると思う。はい。めちゃくちゃ面白いです。あの、あつ森とかは全然やってないです。わからないでしょ。です。あ、めちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白かったです。とりあえずクリアしたんですけど、全然やれる要素がもうあのめちゃくちゃあるんで。風の谷のナウシカじゃ、そのゲームないでしょ。ないと思いますよ。うん。まああのストーリーを進めていく系です。あのすごく面白かったです。ね、あのショックのさ、例えばショックのこととかで、あのできれば質問してください。あの例えばあそこのストーリーはどういうこっちゃねんとかね、あるでしょきっと。あもうゲームのそういう多いですね、そういう質問がね多いですね。うん、動物の森やりましょうっていうの多いね。いや、いい、いや、僕はいい。だって、あれなんだっけ？任天堂さんの、あ、端末は何でしたっけ？持ってないですもん。うん。持ってないんですよ。持ってないですからね。山に登るゲーム、いやその山に登るゲームはもうあのファイナルファンタジー11ね、これずっとやってたんですよ。いや山に登るゲームではないんですけど、あの山登りとか山登りまあ我々がそう呼んでって言ってただけなんですけどね。はい。うん。あ今日はでも本当電波調子いいですね。ああ過去のライバル役で誰が一番好きとか、いや好きとか嫌いとかはないですけど、やっぱりみんなうんあのそれぞれの形があると思うんですよね、ライバル役もね。あそうそうそう、これよく言われるんですけど、まあ、高一、まあ、自分高一だからあれ、なんかややこしいな。高一、役としての高一ね。高一の心情が読みにくいってよく言われるんですよね。うん。でもね、それはそれで正解なんですよ。心情が読みにくいっていうのは。例えば、見ている方が、寄り添う、気持ち的に寄り添えるのって、やっぱりライバル役、っていう人の方が多いと思うんですよ。例えばその組織があってその先頭に立つ人ってまあそう多くはないですよね。だからっていうのもあるんですけど、ならこう分かんねえなと思ってもらってそれでいいんですけど、まあ分かんないかな。だからまあ一番よく表してるのがセリフで、あいつらにどう思われても構いませんっていうセリフだよね。それがみんなのためになるならっていうセリフがまあその心情を全て表してるとは思うんですけどね。For you と連絡取ってますか？あ、そうそう。この前、松崎が、そのグループラインみたいなところで来て、昨日か、5月1日
5-1で高1の日じゃないですかって来ましたけど、いや俺にとってはアイルトン・セナの命日だなと思ってたんですけど、まあどうでもいいですね、皆さんにとってはね、その辺はね。あと5月3日、もうすぐうちの母ちゃんのた、あ、え？今日で日が変わったら母ちゃん誕生日か。ですね。そうですね。和傘のフライング、未だに仕掛けがわかりません。わ からんでええわ。わからんとしなくていいです。なんかそういうとこ見ちゃうんだよね。もっと純粋に見ようよ。純粋に。純粋にね。あ、これ、ああ、そっか。ああ、光一が死なないストーリーは考えたことありますか？ないですね。ただ、まあ、もう結構アナザーストーリーっていうものを作った時、もう結構前になるんで、知らない方ももしかしたら多いかもしれないですけど、第2幕っていうのは、これはまあもしかしたらトークですよ。第2幕っていうのは、実際に起きていることではなく、私が病室で息を引き取る瞬間に見た出来事、思った出来事、フラッシュみたいなものが第2幕なのかなっていう思いもちょっと若干あります。そう思うとすごく寂しいよね。すごく寂しいストーリーなんですけど、なんか光一の理想というか、申し訳なかった気持ちというか、そういったものが息を引き取る前に病室で見たフラッシュなのかなという思いがありますね。まあ、そう考えると非常にバッドエンド的な感じに感じちゃうけど、でも、ショックというのは、まあ、もちろんちょっと悲劇ではあるんですけど、まあでも、見終わった後はね、何かどっか前向きになってもらう作品になればいいかなとは思ってますけどね。ああ、そうなんや。へえ。ショックで好きな曲は何ですかって結構多いですね。なんでしょうね。まあ自分で作ってる曲も多いので、なんとも言えませんけどね。なんでしょうね。好き嫌いでやってないですからね。いや、それこそ、このパソコンに夜の海を作った時のデータも入ってると思うよ。どっかにあるな。あるよ、どっかに。これかな？いや、これはでも聞かせられるもんじゃないですけどね。ちょっと待ってね。無言多いけどごめんね。ああ、ちょっと待って。これちょっと聞かせられるようなもんじゃないな。ちょっといろいろミュートします。ちょっと待ってね。ストリングスラインだけ。ああ、ちょっと待って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 。うわ、ちょっと事故やわ、今の。ミュートし忘れてるやん。あ、これ聞こえんのかな。なんで出んねん、声が。あ、こいつ生きてた。はい、ミュート。これストリングスラインですよね。もう本当に適当にやったやつですね。人に聞かせられるもんじゃないです。さあ、というわけで、まあでも夜海が好きだっていう人は多いですよね。本当ね、ありがたいです。
ありがとうございます。あの歌詞をちゃんとこう、それこそこのインスタでなんか稽古の時に話してたやつありますけど、あんまりそのストーリーとリンクさせてあの歌詞を聴いてる人あんまりいないと思うんですよね。まあいいんですけど、いいんですけど、うん、あ、いっぱい来てますね。おもろいな、何カレーが好きですかって、全然おもろいな、そういう質問、いやいや面白いな。ジャニーさんが演出に携わっているシーンでお気に入りの場面はありますか？なるほど。いや、もちろんそのショックというのはもともとジャニーさんが生んだものなので、そのジャニーさんの思いというのをあの消しちゃいけないなと思いながらあの引き継いでやってきましたけど、だからそれこそなんで車がなんで突然飛ぶんだよってあるじゃないですか。あると思うんですよ。で、実際にオフブロードウェイに行けばわかると思うんですけど、あのオフブロードウェイであんなことをやってる人って絶対いないんですね。もっと本当にこじんまりしてて、あれこんなところで、あのこんな空間であのショーを生んでるんだっていうぐらいちっちゃこじんまりしてたりするんですよ。それこそ車を飛ばすようなあの広さなんてなかったりするんですよね。でもそれでもやっぱり熱量を持っていろんな作品を生んでいるんですよね。それはすごいなと思うんですけど、でもジャイさんが言うにはその大劇場に行くというストーリーで、あの優なんかがあのただ歌って踊っていけるわけないじゃないって言われたことは、それを聞いて、ああなるほどなと思ったんですよ。うん、それはそうだと思って、でまあその大掛かりなね、まあちょっとありえないことなんだけど、それぐらい大掛かりなことをやって、大劇場への誘いが来るっていうストーリーになってるんですよね。うん、まあジャニーさん言うこともごもっともですよ。ですから車が飛ぶ、まあそういうシーンになってるんですよ。ごもっともですよ。本当にあの人の言うこと。あとなんかな。ダークマターって何だと思いますかと。面白いね。ダークマターって何だと思いますか。その質問が何だろうって感じですよね。本当。ダークマターね、宇宙空間にねあるやつですよね。うん。でカレーは面白いね。カレーはおもろいな。すごいね、こういっぱい質問来てて全然答えられないのにすみませんね、ごめんなさい。うん、ごめんなさいね。舞台中体調悪い時どうしてますか？あのこれはもうステージに立っている人みんなに言えると思うんですけど、あの長い公演やってると体調万全でステージに上がれることってそうないと思うんですよね。どっかしらなんか抱えてたり、それはきっとスポーツ選手もそうだと思うんですよ。何か大会に出る時に完璧な状態で挑めることってなかなか少ないと思うんですよ。だけどそこをどう乗り越えるか、自分、本当に自分との勝負ですよね。あのそういった意味ではあの筋トレをした時にあのダメだと思ってからの3回とかっていうあのやるトレーニングをするといけるんですよ。もうあの筋トレってあのフィジカル的なトレーニングと思いきやめちゃくちゃメンタルトレーニングですからね。メンタルトレーニングです。はい、そうなんですよ。
まあだから、うん、なんでしょうね、なんかいろいろ抱えてても、うん、もうとにかく自分に負けないことですね。自分に負けないことです。もうあの無理して頑張れですから。まあ今の時代にちょっと合わないよね、ショックの世界は。でもなんかそれ、そういう気持ちでいることっていうのはまあ大事なんじゃないかなと思いますけどもね。低撃でラダーフライングで2階に降りた時の気持ちは、ね、低撃の時はラダーフライングでこう2階に着地するじゃないですか。これね、まあ、別に皆さんの夢をぶっ壊すつもりも何もないんですけど、これ本当に申し訳ないんですけど、ピンスポットがめちゃくちゃ近い状態で、多分あれ、高原2つかな、ものすごい近くで、ものすごい光量を浴びてるんで、本当に何も見えないです。実際問題として。ごめんなさい。本当に見えないです、あそこは。すいません。見えないんです。メンタル強くしたいです。うん、そうでね。もう、負けないことです。本当に。あ、そっか。ショックの曲での筋トレ。ね。そうなんですよ。これね、やろうと思って、ちょっと、腰が重くて、まだやってないんですけど、そうね、近々やれたらいいなと思いますけどね。これね、もうあっという間に40分ぐらい経っちゃうんですね。筋トレでやるならあの曲だろうっていう感じでしょ、やっぱりね。まあいずれやりますよ、そのうち。まあだからショックのインスタで上げるようにします。それはお待ちください。それはお待ちください。はい。ただね、本当に武田真治と被ってるんで、やることが。もういいや。まあ、ある意味。被らしていこう。っていうね、やりとりしましたよ、武田真治とも。うん。ね、まあ、そのうちです。まあでも本当に1ヶ月自粛っていうか、緊急事態宣言も伸びそうじゃないですか。でもここは本当に改めて、注意しないと。これがだらだら伸びてしまうっていうのはね、本当に大変なことになっちゃいますから。みんなで支え合わなきゃダメですよね、本当に。気持ちの上でも。でも本当にこういろんな意味で、明日生きるのも大変だっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。もしもそういう人がいたら、何かこう近くにね、手を差し伸べるべきだと思いますし。でも本当にみんなが気持ちを一つにして協力して、生きていかなきゃいけない時ですよね、本当に。インスタライブでショックメンバーとコラボしてほしいです。でもさ、ショックメンバーとコラボって言ったって、みんなインスタグラムというものをやってないからね、できないよね。あ、でもそうか、田辺さんとかその辺、あと太鼓が上手な人、名前なんだっけね、ひなんとか、太鼓が上手な人、ひなんとかっつったかな。ですよね。そうそう、今年忙しいっていうのは何だったのかもしれない。そう、まあこれ正直な話言いますけど、今こういう状況にあって、
いろんな発表をし、でき、やらなきゃいけなかったことも、発表できてないこともあるんですよ。なら、そのためにもやっぱりもう少し世の中がいい方向に向かってくれないと、いけないと思うんですよね。なら、下手したら、今年発表できす、しようと思ってたこととか、やろうと思ってたことっていうのが今年はできないくなるっていうのも、これはちょっと覚悟しなきゃいけないかなと思ってる部分あるんですよね。だけど、まあそれを悲観的に見るのではなく、じゃあ何ができるんだっていうエネルギーに変えていきたいと自分は思いますけどね。やっぱりちょっと前向きに考えましょう。前向きに生きないとさ、無理っすよ。黒目大きすぎませんか？黒目私大きいですか？たまに言われるんですけど、なんかそういうふうに思ったことないですね。お、また消えた。まあだから、何ができるかなって毎日考えてますよ。考えてますけどね。まあそれが100個考えたところで、形にできるものって1個できたらいい方だと思いますよ、本当に。でもエンターテインメントってそういうものだと思うんですよ。たくさん考えて皆さんにお届けできることっていうのは本当に一握りだったりとかすると思うんで。まあでも本当に毎日明日がどうなるかわからない時代なので、毎日刻々と状況は変わるしね。そこを非常にこう敏感に捉えて生きていかなきゃいけないかなと思いますよ。だから、なんかこう、後ろ向きに、いや、自粛しろっつって、何もなくなっちゃったよっつって、暇だよとか、何もなくなっちゃったよって言ってるのであれば、その間に考えようぜ。何ができるか。って思って生きているタイプの人間です。ね。頑張りましょうよ。きっとなんか、きっと、ここを乗り越えた時にさらに何かいいものが待っていると自分は信じてますけどね。まあでも、もちろん我々としてそのスマイルアッププロジェクトというものを、世の中に対してこう協力できることはしていこうという思い、これはもうもちろんです。だけどこう、なんでしょうね、我々としても一緒に仕事をする人たちのことを思って、いろいろ協力してやっていかなきゃいけない部分っていうのもあると思うんですよね。それは皆さんそうだと思います。仕事する上で。ね。だから、頑張らなきゃいけないなと思います。もう50分になるんですね。まあなんか、さっきそのショックのメンバーの人と、コラボですか？してほしいみたいなとか言ってましたけど、まあ、どうなんでしょうね。できたらいいですけどね。できたらいいですね。だからそれも、なんだろうな。まあ、いろんな壁はあると思うんですけど、やれたらいいと思うし、やりましょう。ってやりますとは簡単には言えないですけど、まあやれたらいいんじゃないですかね。ね。
時間配分気をつけろみたいなの多いですね。そうね。そう、この前、本当に一人でずっと喋ってましたよ。終わったの知らなくて。ひどいですね。いや、だってそれしょうがないですよ。おっさんがですよ。私みたいなおっさんがですよ。ちょっと前までツイッターって何？みたいな。インスタって何？みたいな言ってた人がこうやってやってるわけですよ。ツイッターって何？ツイートの ER、つぶやき続けてる人みたいな、何それ怖みたいな風に言ってた人ですよ。それがこうやってやってるわけですからね、1時間で切れるとか、終了したのとか気づかずにやってしまいますよね。おっさん、もうその辺おっさんなんですいません。許してください。なんとかこうして頑張ってついていってますんで。あ、そうそうそう。もともと、だから、10時スタートにしようと思ってましたけど、ね、ごめんなさいね。8時スタートに、変えましたけども、その辺。いや、10時の方が良かったって思ってた方もいらっしゃるかと思いますし、いろんな、様々だと思いますけど、すいません、なんか、変更しちゃって、すいません。ね、さ、まあ、今回は、とりあえず、何の内容もないような話ばっかりしましたけど、とにかく、そうですね、やっぱり、その演劇大賞をいただいたことへの感謝をお伝えしようと思ったんです。このライブをやったのは。で、まあ、それをいただいて、やっぱり改めてね、それに恥じぬ、生き方をしなきゃいけないなという思いです、本当に。でね、やっぱりなんかね、そうそうそう、だからこの前 4U とかとやりとりしたのは、4U が予定していた舞台も中止になったっていう、話も聞きましたし、いや、もう本当にそういう状況なんでね、みんな大変だと思うけど、乗り越えたいですね。そう、だからその大賞いただいて、もうたくさんの方から、メールとかもいただきました。もう本当にありがたいですね。市村さんからもメールいただいて、本当に、もう恐縮ですって感じでしたね。本当にありがたかったです。だから、なんかこう、こういう状況にあって、なんか頑張んないといけねえなって思わされましたね。なんか、いい世の中にしましょうよ、みんなで。ね。そう思います。なら、そう、思うところで言えば、やっぱりこう生きる上でエンターテインメントとかそういったのって、こうちょっと後回しにされるコンテンツだと思うんですよね。でも、こうやって自粛をするときに、家にいてエンターテインメントとか文化とか、そういったものを全く生活の中で排除するって逆にできないと思うんですよね。それはもう本読むこともそうだし、ちょっと音楽を聴く家の中でとかもそうだし、それは生きる上である意味ちょっと排除してしまうと、それこそ精神的にどうなっちゃうのよみたいな、になると思うんですよ。だからそれぐらいみんなの生活の中にあったものだと思うんで、それを死なせちゃいけないなっていう思いはね、やっぱりあるので、自分なんかは全然、非力な部分ありますけど、やっぱり、まあこれは、まあショックのインスタっていうのもあって、舞台っていうのがまた復帰してくれたらいいなと思いますし、だからそれこそ、
まあ、自分、まあ、個人の話になっていってしまいますけど、まあ、グループの方もそうですけど、ね、関西坊やっていう曲が、リリース延期になったりだとかしてますから、まあでも何かこうもっとさらにいい形っていうものをこれから埋めたらいいなというふうに思ってますね。もうそろそろ終わりたいと思いますけども、スクショタイムくださいとか来てますね。スクショタイムいる？じゃあどうぞ。はい、スクショタイムスクショタイムどうぞ。スクショタイムね、かぶってます。これが私なりのスクショタイムということで許してください。もうそれこそインスタライブやりますよっていう自撮りももうほんまにどうやって撮っていいかほんまにあるのわからん。やってても俺自分キモいなと思ってしまうんですよ。もうあれぐらいで勘弁してください。はいね。というわけで私はねこれから夜ご飯食べます。何食べよう、何食べましょうね。ちょっと冷蔵庫と相談しますね。冷蔵庫と相談して、松田元太くんとのエピソードください。そう、この前これこの前言ったっけ、元太からなんかオンラインでみんなで話しましょうよみたいな来たけどちょっと断っちゃいましたやだって言ってちょっとタイミングっていうのもありますからね。何食おうかね。皆さんもご飯食べましたか？あ、もう本当に3分ぐらいで終わってしまうんで終わりたいと思います。もうね、はい。というわけで改めてです。みんな頑張りましょう。そして改めてありがとうございました。選出していただき本当に感謝しておりますし、どんどんこれをこう返していかなきゃいけないなというふうに思ってますんで、こんな時代ですけどもみんなで、頑張って以前よりもいい世の中になるように、何かこう悲観的に例えば誰かを攻撃したくなったりとかっていう日もあると思うんですよ。そんな人たちもそうじゃなくてそのエネルギーをじゃあどうしようっていういい方向にね、変えてくれたらいいかなと、いうふうに思います。自分もそうやって生きていきたいなと思ってますんで、みんな気持ちは同じだと思います。そしてもう本当に最前線で戦っている方々に感謝をしてね、生きていきたいなと思っております。はい、というわけで私はご飯を食べたいと思います。まあ、またこのインスタライブっていうのはごめんなさいね、なんかあんまり慣れてないもんでどうしていいかわからない部分あるんですけど、まあまた、できたらいいかなと。さっきもおっしゃってましたよ、なんかコラボわかんない、それどうやってやるのかも知らないしやれるかどうかもわからないですけど、やれたらいいかなと思います。はいね、じゃあこの辺で失礼しますよ。じゃあ切るよ。え、これどこで切るんやっけ。あ、こっちか、終了、こう右上にあったわ。はい、ありがとうございます。では失礼しますね。頑張って生きていきましょう。ありがとうございました。失礼します。